すじチャンネル。今顔洗って歯磨きして髪結んで、はい、今キッチンに来ました。そう、今日はなんで早起きかっていうことを言ってなかったと思うんですけど、今日はセイがね、林間学校の方に行きます。まあ、コロナでね、なかなかこう行けなくて、本当は確か春行く予定だったんですけど、春のが延期になって、そう、もう冬という今行くっていうね、行けることになったので、今日はちょっと朝ごはんじゃなくてお弁当を作っていきます。いや、お弁当作っていきますっていうか、もうね、本当に簡単なお弁当らしくて、ケースもこうやって捨てられる容器で持ってきてくださいっていうことだったので、もうおにぎりとおかずちょこっと持っていくっていうぐらいなんですけど、ちょっとね、本当に5時ってなかなか普段起きないから、自分に気合を入れるためにちょっと動画を回して、お前やれよって、ちゃんとやれよって圧をかけてます。で、昨日寝る前に、ご飯炊いて、あとは昨日の夜のうちにある程度下準備はしたんですよ。はい、とりあえずこんな感じで、うずらの煮卵と、煮卵、漬け卵と唐揚げとソーセージも切り目をもう入れといて、あとブロッコリーは茹でてあって、これはハムカツをちょっとつけておいときました。そう、とりあえずここまでできてるんで、あとはもう焼いて揚げて詰めるみたいな感じなんですけど、この前に卵はできてないので、卵をいきます。で、ちょっとこれはトースターで焼いていきます。ハムカツ、そう、移動教室って普通2泊あると思うんですけど、まあ、このお時世だから1泊2日の修学旅行なので、ほんと短いの。ただまあ、ほんと行けることが本当にね、子供たちもめっちゃ喜んでるから、本当に良かったよね。ちょっとそこで気をつけてもらって、よいしょ、これなんか全然面白くない、全然面白くないと思う。え？この動画が目視録してあげよう。来てきた。来てるでしょ。おはようございます。大阪に行ってきます。面白くなった。え？面白くなった。朝の。え、大丈夫だ、そのメイクなし。そこが一番面白い。うん、それな。ハイパー寝起きだぞ、これ。いや、私もね、そう、まあ、朝早いのは慣れてるんで、なんか朝が早い、私は慣れてないから、もう真っ暗の中から俺、昨日もこの時間で、なんか、頭で思ってることと口と出てへん、言葉が。あ、起きてません、おはようございます。でな、今なんか何やってるのかも分かんない。生が起きるって起きた。うん、塩、味しはどこだ。よし、
18分待ってるから。はい、中身は鮭です。あ、かわいい鮭です。いや、もうさ、一人で虚しくなかったんだよ。虚しいよ、いつも虚しい。虚しいけど、みんなに勇気もらおうとしてたな。みんなに勇気をもらいたいし、自分のやる気も入れたな。いや、マジでもうなんかさっき、ね、寝たの結構コアも泣いたんよ、なんか、うん、だから、なんかあれみたいな。さっき寝たよな。もう空がめっちゃまとわりついてきた。それいつもや。行ってきます。邪魔、それすごい嫌だ。今行ってきます。それまたさ、ほらそういうことすると、TikTok のおすすめに、ノアのおすすめに出てきちゃう。いつものことやから。いつもやったことで、じゃあリアルに大阪行ってきます。行ってらっしゃい。ちょっとリクラおじさん買ってきて。わかった。そう、あのさ、こういうさ、お弁当を作る日の朝ごはんってみんな何を出してますか？私はもう本当に、あの、包み隠さず言うとお弁当の残りなんですけど、なんか前にね、そう、お弁当の残りを出したら言われちゃったことがあって、お弁当の残り、お弁当を作った日の朝は何を出すのが正解なのかなと思って。お茶漬けとかでいいのかな、冬場で言うと。そう、なんか分からなくて、正解を教えてほしいなと思って。でもどうしてもさ、今こうやってこの量作ってるけど、どうしても余っちゃうし、卵焼きも結局2個ぐらいしか入れないじゃない。だから余っちゃうので、私はね、それをね、朝ごはんに出しちゃってたんだけど、なんかやっぱ朝もそれで昼もそれってことになるってことでしょ。だからどうしたらいいのかなと思って。パンとか、パンでしょ、パン焼いたりとか、まあ、ソラはね、パン食べるんだけど、セイはね、パン食べないね、朝ごはんなので。もうおにぎり、もうおにぎりだとかぶっちゃうってことだよね。だから、あれか、あれで、お茶漬けとか、あと何、あとなんだ、ただですら頭回ってないから。ん？彼は大阪に行きました。日帰りでございます。このさ、このチーチクがめっちゃ好きなんです。キュウリ入れてめっちゃ好き。あとはもう簡単にこちらの肉団子を温めていきます。やばい、外が明るくなってきた。おにぎりはおにぎりだけ。もうね、あれなの、全然可愛いさ、こととかしてもさ、全くさ、全く喜んでくれないから、もう、はい、おにぎりだけ。おにぎりはおにぎりだけ。はい、これ朝ごはん。朝ごはんはもう、とりあえず今日は残りを出します。で、コメント欄で教えてもらって、ちょっと今後ね、気をつけます。今日だけは許してください。はい、肉団子入るんかな、これね、こんなちっちゃいのにおかず不安になってきた。入るんかな、卵1個かな。お、起きてきた。おはよう。もう切れたやん。切れた。俺早く寝たの。途中11時に起きてすぐ寝て起きたの、すぐ。起きれないわけないだろ、あんな時間に寝て。ちゃんとご飯食べて、うん、酔い止め飲む。酔い止め。酔い止め。おはようございます。おはようございます。今日はどこに行くんですか？なんか移動教室ね。ちゃんとコロナ対策をして。そういうのも気をつけない。これ何の動画？ママにカツを入れるっていう。ママにカツを入れる。ママにやる気を持たせようっていう。ちょっと分かんないな。超楽しみでしょ。うん、移動教室行くよって言われてたら、もう 何ヶ月ぐらい経ってた。 YouTube？ はい、 YouTube か。どういう動画？いや、まだもよく分かんない。朝ごはん作ってみました。朝ごはんはこんな感じです。
それと今昨日のお味噌汁を温めます。ザ弁当の残りです。じゃん、お弁当はこんな感じでございます。あ、やばい、ハムカツ入れるの忘れた。チーズハムカツ、ちょっとセイ好きだったやつだよ。やばい、入らない、どうしよう。セイ完全に忘れてた。押し込むか、どうしよう、どうしようか。ミートボール減らしていい。このハムカツ入れたかったんだけど、うずらの卵をもうここに乗せる。セイ頑張って食べてね。何が悪いって、ママのこのケースの小ささがミスったんだわ。やばいね、時間がやばい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 。とりあえずお茶入れて、よし。はい、とりあえずこんな感じでお弁当は完成しまして、なんとかぎゅうぎゅうっていうか、もう入ってない状態なんですけど詰め込みました。はい、で、あとおにぎり2個。こんな感じで今日のお弁当完成でございます。なんかすごいことになっちゃった。まあ、いっか、みんな何の袋入れてくんだ。これも袋も捨てる方がいいの。やばい、おしぼり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 。母さんは焦っております。やばい、やばいんです。おしぼり、せおしぼり入ってるけど、昨日言った除菌のやつも入ってるから、それでね、できれば手洗って。やばい、お茶がこぼれた、最悪。弁当、水筒、よし、 OK。 ではリュックに詰めて出発します。酔い止めに苦戦しております。飲めた？すぐできる。溶けたでしょ。ご飯食べちゃえ、その上から。お水飲め。俺この味あんま好きじゃないね。みんな余裕でしょって言ってるけど、味が苦手。味も何もないでしょ、あんまり。これね、飴のね、酔い止めみたいな。飴のもあるよ。酔い止めの飴の味が無理なの。だって飴じゃないよ、今日のは。さっと溶けるってやつ。その味がしたのよ。そうなの。うん、酔い止めの飴の味がしたの。これめっちゃ苦手。でももうこれで大丈夫。酔わないで楽しめるから。うん、俺ね、行くときバスでね、うん、バスで食ってやつでね。え、やばいよ。クイズとか出したりするの。へえー、じゃあなおさら酔わないでいないと。バス揺れると思うけど、座りながらやれば大丈夫か。うん、頑張ってね。仲いい友達いるから。よかった、楽しんで。はい、ただいま、シンを送ってきました。猫ちゃん、シン行っちゃったね。寒い。よいしょ、ちょっと温まったら次はそっちゃんを出発させましょう。はい、そっちゃんのご飯です。これに、ね、もう写真撮ってる。うん、はい、ごあちゃんのご飯です。はぁ、あと味噌汁と牛乳かな。空は、あー、眠い。